青森市から来ましたカナタと申します。すでにアルコールが入っています。22歳です。ですね、ありがとうございます。昔はそう、少年の頃は酒に頼らなくても高いテンションが勝つなんですがもうね、飲まないとやってらんねえぜっていうやさぐれた22歳です。主にあの青森市の方で活動してるんですが、青森駅前等でこんなうっせえ歌ばっか歌ってます。ちょっと先ほどの1番手の方と2番手の方がおしゃれで爽やかな感じだったんで申し訳なく思ってるんですけど、あぎだら携帯のアプリでもやっててください。まあこんな感じの歌ばっかなんで好き嫌いがはっきり分かれると思うんですけど、まあ終了まで耐えてください。次の歌はギャンブルという歌 で、着歌と着歌フルが配信されております。テレビ朝日系列のストリートファイターズという番組でカナタと検索してみてください。多分出てくるんじゃないかと思います。まあ、この歌のテーマはですね、ギャンブルといってもいろいろあるが、パチンコ競馬だけじゃない、人生がギャンブルだというやさぐれた男が書いた曲です。未成年の時に書きましたが3年経った今でもやさぐれております。ではご清聴ください。ギャンブル。ある日僕は気づいて、しまった人生なんて所詮ギャンブルだと、出たとこ勝負でさえ溺れてしか泣くばか笑うのはどうしたいざ慎重に勝負ない、それこそキャンブル3セット、かけるものは自分自身、救いの手などない、天使か悪魔か笑うのはどう、それこそキャンプ。 Thank you.